明るく楽しく元気よく信州大学教育学部。皆さんこんにちは、信州大学の島田です。今日は信州大学の松本キャンパスのご案内をしたいと思います。それでは行ってみましょうか。ここは信州大学前っていうバス停なんですけれども、こちらからねご案内したいと思います。ちなみにバス停を降りてすぐのところが、附属学校ですね。こちらがバス停で、ここはね松本附属学校園っていうふうに書いてありますね。でこちらバス停を出てまっすぐ行きまして、右手側ですね、こちらです。こちらが信州大学の入り口になります。こちら信州大学ってありますね。こちらから入りましょうか。信州大学のねキャンパス非常に広いので、今日はあの教育学部の1年生が、まあ、主に学ぶところですね。まあ、あの信州大学では1年生は皆さん松本で学ぶんですけれども、そこのね1年生が学ぶところを中心に行きたいと思います。はい、ここを曲がりますね。今日は信州大学の、入学式なんですよね。で、まあ、僕は普段長野キャンパス勤務なんですけれども、今日は、まあ、松本キャンパスで仕事がありましたんで来て、まあ、あのその時にねあの松本キャンパスの動画も撮ってます。ね、ここにね、生協の食堂がありますね。で、まあ、学食っていうやつですね。生協の学食があります。で、学食大きいところと小さいところあって、こちら小さいのでもう一つ大きいところもご紹介したいと思います。さて、ここが共通教育っていうふうに書いてあるんですけど、教育学部の1年生の皆さん主にこちらの校舎ですね、このエリアで学ぶことになります。こんな感じですね。あと奥にもありますので行ってみましょうか。ここにね共通教育第一講義棟って書いてあるんですけれども、この共通教育って呼ばれているところが1年生の皆さんが学ぶ場所になります。こちらね校舎がこうやってありますね。はい、こちらも校舎です。ちょっと左側行ってみましょうかね。はい、ここの広場ね、暖かい日はお昼をお昼ご飯をね皆さん食べてたりとかしますね。この正面が生協の、学食、大きい方があります。こちらが大きい方の学食ですね。で下が、本なんかを売ってる、購買になります。で左側がこちらがですね中央図書館ですね。もうちょっと近づこうか。はい、こちらが中央図書館です。ちょっと木に隠れてしまって申し訳ないんですけど、まあ、正面に行けばね大きいこう立派な図書館が見えます。でこちらに本がたくさんあると。でこちらが理学部ですかね。でこちらの奥に人文学部と、警報学部の校舎があります。で教育学部はキャンパスが長野にありますので校舎がないんですけれども、こちらにはね校舎はないんですけど、松本キャンパスにある学部はねこちらに校舎があります。はい、で、こちらまだまだ共通教育の建物がありまして、こちらね、ここも共通教育の校舎ということです。今早朝なので自転車ほぼないですけど、まあ、ここがね授業期間中はいっぱいになるということですね。はい、こちらが中央図書館ですね。授業を受けるところと学食と図書館、これは本当にお世話になりますからね。まあ、あとは交通機関のバスなんかも使いますけれども、はい、こちら図書館って書いてありますね。でここが正面の入り口になります。ここから入りますね。中央図書館、こちらに案内看板がありましたので今日のルートを復習しますと、バス停がここで、ここから正門から入りまして、こういうルートを通って、でこの辺りが共通教育の場所ですね。でそれから図書館がここということで、この辺り紹介しました。あとここが学食ね。はい、まあ大体この辺りで過ごすことになるかなと思います、教育学部生はね。チャンネル登録よろしく。信州大学教育学部。チャンネル登録よろしく。信州大学。